こんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムーンです。今回は前回に引き続きユニクロ誕生祭で買ったおすすめの商品を紹介しようと思います。今回紹介する商品はこちらのチノショートパンツになります。こちらチノショートパンツ、価格は普段なら1990円プラス税なんですけども、この誕生感謝祭期間で1290円の消費税になります。このパンツが1290円はおすすめです。かなりコスパがいいと思います。私が購入したのはこちらのチノショートパンツのネイビーになります。ちなみに私の身長体重が168センチの60キロで、今回購入したサイズは S サイズになります。 S サイズです。私普段でしたらパンツだったら M サイズが普通なんですけども、初めて S サイズのパンツを購入しました。一応このパンツのウエスト表記は68センチから76センチということで、かなりサイズ的には細めの作りになってるんですけども、私こんなにウエスト結構ね最近太っちゃったんで、ウエストそんなに細くないんですけども、こんな68から76じゃ普段のデニムとかだったら入らないんですけども、このパンツだとこの68から76の S サイズがちょうどかなという感じです。それでもこの S サイズでもウエスト履いてみると結構ゆとりがあるようなサイズ感になります。 M サイズだと本当に結構ブカブカっていう感じです。ウエストの方が、まあ、ベルトで結構締めてしまえば M サイズでゆとりを持って履くのもいいかもしれないですけど も私はあんまりベルトを締めないで、まあ、この状態で履こうかなと思ったんで、ある程度サイズがジャストな S サイズを今回は購入しました。こちらの商品チノパンなんですけども、本当にね結構光沢があるというか、結構生地感が気持ちいいんですよ。生地感結構気持ちいいです。触った感じが本当気持ちいいですね。なんかしっとりしたような、しっとりしたような感じのチノパンになります。この手触りがね私は気に入ってこちらのチノパン購入しました。シルエットもね結構細めの感じで結構綺麗なんですよ。こちら特にウエストは紐で縛ったりとかそういったのはありません。そういったのはついてないので、ウエストを合わそうとすると、まあ、ベルトループがありますので、ベルトで締める感じか、まあ、ウエストこれちょうどで履くような感じになると思います。まあ、このパンツに紐で締めるようなのがあれば私は M サイズにしていたかもしれませんけども、まあ、そういったのがこのパンツにはついていませんので、私はまあウエストがジャストサイズっていう感じの S サイズにしました。それでは実際に履いていこうと思います。さて実際履いてみましたけども、こんな感じです。ちなみに今上に着ているシャツはユニクロのエアリズムジャージーポロシャツのネイビーになります。同じネイビーですけども、色味は若干、まあ、ほぼ一緒のような感じですかね。ほぼ上と下のパンツの色味は一緒ぐらいのかなっていう感じです。 S サイズでもね、本当ウエストは結構ゆとりあるんですよ。結構ね S サイズも全然ゆとりあります。全然両手全然余裕で入ります。ですので本当にウエスト表記のサイズと結構履いた感じは全然違うと思います。 S サイズでこんな感じですからね。足の裾の半地もこんな感じです。まあ、私168センチ60キロなんですけども、まあ、下半身は結構細身なんですよ。まあ、下半身は細身が履いて S サイズでこんな感じです。ちょっと一周回ってみましょう。こんな感じです。結構シルエットが結構綺麗かなと思います。そんなにあんまり細すぎずダボダボっとしすぎずっていう感じで、もう本当に結構いいかなって感じです。まあ、本当にゆとりを持ってラフに履きたいんであれば、私のような身長体重であれば M サイズでもいいのかなと思います。あと足が結構がっちりした感じの方だったら M サイズがちょうどじゃないでしょうか。私みたいに足がちょっと細めの方だったら S サイズでもいけると思います。私本当にこれ生地感が結構気に入りましたね。このチノショートパンツ生地感が本当にいいです。あと色味もこのネイビー結構綺麗ですよ。綺麗なネイビーの色だと思います。私こういったハーフパンツショートパンツみたいなのはここ数年全然履いてなかったんですよ。
なかなかこういったショートパンツとかハーフパンツ、私みたいなのが履くとかなりカジュアルというか子供っぽくなっちゃうんですよね。もう少年みたいな感じになって、なかなかおしゃれ男子みたいな感じでならなかったので、なかなか抵抗があって全然こういったショートパンツに手を出せなかったんですけども、かなり何年かぶりにこういったハーフパンツですか、ショートパンツっていうのを購入しました。やっぱりでも夏場ね、30度過ぎてくるとやっぱこういったショートパンツが楽ですよ。やっぱ涼しいです。まあ、生地はそんなにペラペラっていう感じの生地ではないんで、ある程度しっかりしてるかなっていう感じの生地にはなります。いやー、これが1290円は本当驚きの価格だと思います。で、今上に着ているのはユニクロ U の T シャツなんですけど、まあ、どうしても上が T シャツでこういった血のショートパンツの合わせるとどうしてももう子供っぽくなってしまいますよね。まあ、これはこれでまあこういった方もいらっしゃるので、まあ、全然ありかなとは、楽な感じでありかなと思うんですけども、まあ、おしゃれかと言われるとおしゃれにはあんまり見えないですよね。もうラフな感じ、もう本当にラフな感じかなっていう感じで、なかなかおしゃれに履きこなすのはショートパンツは難しいと思うんですけども、まあ、今年はちょっと挑戦してみようかなと思って購入してみました。それではこの血のショートパンツで何点かコーディネートをしていこうと思います。まあ、少しでも参考になったらいいかなと思います。それでは早速行ってみよう。Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough.Wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough.See the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. いかがだったでしょうか、今回のこの血のショートパンツ。なかなかね、3、40代の私みたいな感じでこういったショートパンツに抵抗があるような方も、こういった上にね、T シャツ1枚じゃなくてシャツとかを羽織るような形だったら合わせやすいコーディネートになるかなと思いますんで、あんまり子供っぽすぎない大人のきれいめなコーデができるかなと思いますので、一度抵抗がね、こういったショートパンツにあった方も一回チャレンジしてもいいかなとは思います。それでは今回の動画が少しでも参考になったなとか役に立ったなと思っていただけたな、グッドボタンよろしくお願いします。また次回もこのユニクロ誕生感謝祭で買った私のおすすめ商品を紹介しようと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次回もご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。